起こしました。おはようございます。行ってきます。皆さんこんにちは。月の店の高橋美香です。いつもありがとうございます。先日3年ぶりにフランスに行ってきました。その時の様子をちらっとお裾分けいたします。パリに着いてからまず、マルシェを回りました。週に2回ぐらい歩きました。9月に行ったので、このような果物とかキノコとかこの時期にしか食べれないものとかをたくさん買って、食べてきました。後輩の、子がすごくお料理が上手なので、もう私はもうあれやこれやと食べたいものだけ、指さしてこんな風にイケメンのお兄さんに切ってもらって一つにしてもらって、で後輩ちゃんたちに作ってもらってという日々を過ごしておりました。そのお気に入りがこのトマトのスープ、お豆腐などなど美味しかったです。キノコもすごいいろんな種類あって、いろいろとお料理をしてもらいました。おじいちゃんたちが本当に大笑いでございました。マルシェの街角でこんな風にピタパンをひたすら作っているおじいちゃんたちがいて、思わずもうコミュニケーションを取らずにはいられませんでした。可愛いんですこのおじいちゃんたち。でお昼ぐらいになって焼き上がって、お母さんたちが来て、バターとかを挟んで売られていました。マルシェとか、のみの市はこういった屋台がたくさん出ていて、とってもお腹も心も満腹になっていました。その食卓を可愛くちょっと毎日したかったので、月の店の食器とかあとのみの市で買ったお皿を広げて毎日美味しいご飯を食べてました。Vlogはまだまだ続きます。次もお楽しみにしていてください。